展示について、はい、八の湯市まちづくり文化観光部古舘浩二さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。まず今回 の, この展示の特徴を教えてください。はい、まずこの展示、そのやっぱりメインになるのが今回の東京の三浦家からお借りしたこの書斎に置いてある机と机の周りにあるものですね。これ全てあの東京から借りて運んできました。ですから先生の創作現場にあるものをちょっとこう机を中心に見ていただきたいな、そこからいろいろこう想像していただきたいなっていうことがまずあの今回の一番の展示見てもらいたいところです。生前に撮られた写真もこちらに貼ってあるんですけども、本当にその、先生が生前、原稿を書く時の、状態というか、そこをまずこう想像していただきたいなと思います。開催中には、瀬戸内寂聴さんもこちらの展示会場に足を運ばれたそうですが、はい、この再現されたこの机を見てどんな感想をおっしゃってましたか。そうですね、やはりあの瀬戸内先生もやはり、畳の方が多い方ですので、非常にあのいい机ですねっていうことはおっしゃってました。そしてこの書斎、机を再現した以外にもさまざまな展示がこちらの会場にはあるようですが、はい、三浦先生若い時からの一応写真やはりたくさん残ってますので、それらをパネルにしたもの、これらもあります。で、まあ、それ以外にですね、特に今回あの 初めて展示するものっていうのがあのちょうど入って、右側の壁に並べてあるんですけども、三浦先生とも若い時からずっと親交のある立花先生が、立花司会のあの立花義康さんが、若い時からのハガキをずっと大切に持っておられまして、その中から今回は一応24点ほどあの出してます。いらっしゃる市民の方にはこの展示、貴重な品々だからどんなことを感じ取っていただきたいと思いますか。三浦先生の作品というのはこれからもう一回再評価されるはずだし、そういう意味でやはり八戸市民としてもう一回あの大事に、これから大事にしていかなきゃならないということをですね、改めて皆さんと考えていく、そういうきっかけの一つにしたいというふうな思いであります。はい、古舘浩二さんでした。ありがとうございました。はい。